上のレベルの大学になってくれば来るほどこうある程度年齢いってる人がいたりしますよね、うん、これどうなんだろう、その浪人時代の話なのかな、大学進学してからの話なのかな。あ、進学してからじゃないですか。武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、ここからまたね動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問はですね、うん、浪人しても友達はできますかと、うん、浪人は浪人同士、現役は現役同士で絡むものなのでしょうかと。なるほど、いうことです。うん、まあできるよ、全然全然大丈夫ですね、うん、全然上のレベルの大学になってくれば来るほどこうある程度年齢いってる人がいたりしますよね、うん、これどうなんだろう、その浪人時代の話なのかな、大学進学してからの話なのかな。あ、進学してからじゃないですか。うん、まあ進学だったら正直全然関係ないですよね、はい、全然関係ないですね、うん、語学のクラスでこう3つ上の人とかがいたりしますよ、うん、でその人がなんか逆に向こうがこう気遣ってさん付けで読むのやめてくださいみたいな、うんうんうん、呼び捨てにしてねみたいな風に来たりするんで、もうそれは全然気にしなくていいと思いますね。まあ、なんていうか、その下手になんか先輩風吹かせるとそれは浮いちゃうかもしれないけど、そうです、ね、逆に気にしてなければお互い気にしないよっていうぐらいのもんですかね、はい、うん、年齢違うだけですからね、言うて別に。そうですね、はい、何も問題ないんじゃないかと思いますね、うん、あとはそうですね、別に浪人は浪人、現役は現役とか特に考えないですよね。何も考えないですね、うん、正直自分から年はなければ分かんないと思いますよ、うんうんうん、大学に入ったらですね、うん、でただこれ予備校とかの浪人時代の話ってなると、あ、割と現役と浪人は固まるかなって気はするんです。それは割と分かれる気はしますね、うん、まあ、生活時間が違うからね、うん、浪人生は朝とか昼からやっぱり塾とか予備校に行く人は多いし、現役生はやっぱり夜夕方だし、そうですね、まあ、会話の内容が結構浪人と現役だったらずれるっていうのはあると思います ね、うん、なのでまあ大学入っちゃえばあんま変わんないけど、その受験生当時だと浪人生と現役生は結構なんていうか環境が違うかもっていうところが、ね、ありますかね。ただどちらでも重要なのは自分から話しかけることですね。自分から行きましょう、はい、自分からどんどん行きましょう。友達はできるけど待っていたらできないっていうことだけはですね、心にぜひ留めておいた方がいいかなと。そうですね、待っていても何も起きないです、はい、残念ながら自分から行ってください。よっぽど周りにねすごいコミュニケーション能力が高い人がいて、もうガンガン話しかけてくれるみたいな人がいたらあれなんですけど、うん、そんなミラクルはなかなか。みんな話しかけられるの待ってるんでね。あ、自分から話しかけるのが大事なんで。そうですね、はい、それをぜひ実践してみてください。はい、はい、じゃあ今回の質問は以上です、はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね早慶、G マーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております、最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください、イベントの申し込みよろしくお願いします。